皆様おはようございます。寝起き聞きてやっていきたいと思います。もう声出てへんやんけ。もうな、寝起きで今動画撮っております。いきましょう。声出てへんの、寝起き聞きてもういきなりを不発しとるやんけ。というわけでね、ちょっと起きたてでマリオカートをやったらどうなるのかちょっと検証していきたいと思います。はい、まあ多分ね、簡単1位取れてしまう俺並みの、うん、よいしょ。俺並みの人間はほんまにね、俺に乗れねえ波はね、行きましょう。さあ大丈夫か。おい、何凍らせようとに当たっとんねん、お前ふざけんなよ。よいしょ、かっこーん。さあなんか直撃してるからね、俺切れてもいいと思うんだな。人の運転を邪魔するやつ。でも寝起きであんまり大きい声出したら喉やられてしまう可能性あるんで、こうやって喋りながらね、喉を鳴らしていきましょう。よいしょ、さあ飛び起きてです。さあかわしていく。鮮やか、色鮮やか、色鮮やかな夢と思いをいつかみんなギンギラギになるように願いを声に託し天空へと届けばきっと夢は叶うんだ。さあ、あっとあいつかわいそうに3位から中ゴーラ申し込み書類を提出されるという八百長みたいなことが行われましたね。うん、かわいそうに。うわっ、危ねえ、ボヌヌ。いやー、これスーパーショートカットでインコース差し込みが怖い。緑ゴーラで蓋します。直線勝負になった、足比べになった。はい、足比べです。 OK、 3-2-1、 よーてってて、ボーナスボーナスは、あ、ルイージたちだよ。あ、ボーナスボーナスは、あ、ルイージたちとかいろいろあるけど、ボーナスボーナスは、あ、ボーナスタイムさ。はい、ボーナス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 。まあ一応ね、後ろから構えることによって、あの、ロングキラーでさ、サムネを狙うとか、そういう方法もあるけど、ボーナス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 。さあサムネとかね、やっぱ最高峰からね構えてわーざーっと後ろから行くことでサムネチャンスを狙うっていう手もあるよ。わーファーファー。でもねこれね、トゲ回避という手もありますから。はい、ティー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 、ルイジたち、ティー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 てて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 て、トゲ届きました。おい、てんてんてれんてんてれんてんてん、ボーナスボーナス。はい、やめてー、うわー、どーん、面白かったです。対戦ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ボーナスボーナス、わー、ボーナスボーナス。さあ誰飯やん、1枚。いやー、これ位置が悪い、正直。はい、おめでとうございます。この場合ちょっとランクキラー、お、3打返したな。この場合ロンキラー狙うより3打返したから前出ていいかも。そうやな、前出るしかないな。これ控えても多分キラー控えれへんわ、距離的に。どちらにしろ同じということを考えたらもうこれでいいと思いますわ。後続殺到、佐藤ここの角、スター来い、スターは来るわけないか。てってってれて、ルイージたちは、あ、こっちにおいでよ。さあ、ビーブーツ爆発してんぞ。インコース差し込んでいく。ふっ、トゲソーゴーラいった。ナイス、ナイス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 。1位まで見えた。いっけーと言いたかったのは俺、この私、なんかタイヤに囲い外しちゃった。タイヤに包まれた。終わりました。あ、始まります。さあ、2-1 ザ・カコーン。さあ、さあ200水水、水水レモンですね。カコーンって言ったら1人前だよね。さあさあ、今回レート帯がね、
それなり、うん、波って感じなんで、牛丼とかでいう波盛りぐらいなんで、レート帯がであれば、もう普通に 200cc は多分俺が独走やと思う。ピンポイントでもうみんな多分曲がりきれないんですよね、実力の違いで。だ俺がピンポイント独走やと思うんで、申し訳ないけど上空に停止します。はい、上空で成功したが、俺も上空に停止されそうです。ダッシュ版まで逃げ切ってくれ。無理か。じゃあもう後続上空停止やん、お前。ああ、爆発早すぎてあかんかったって。 200cc はちょっと難しいですけどね、この辺の処理ね。外大外も回していきましょう、安全に。カッコーン。さあ、さすがにこれ1位取ったら部屋変えようかね。視聴者皆さんもどうせお前勝つやろみたいな感じで思ってると思うんで、これ買ったらじゃあ部屋変えますね。まあ実力の違い、格の違いってありますから、マリオカートっていうのは。運ゲーは運ゲーなんですけども、その同格でやらないと運ゲーには、運ゲーっていう理論は成立しませんから。格上はもうね、運とか関係なしに普通にこうやって前出ちゃいますからね。よいしょ。もしこれトゲゾ起きたとしても物理的に間に合いません。よいしょ。はい、部屋変えましょうか。実力がね、どうやら俺に及ばないみたいなので。スリー、ドゥ、ウィン、ヨー。さあ、始まり戦が始まるよー。てっ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 て部屋変えたんですけどね。まあ、あのレイド隊ちょっとあの見れない形で入ったんですけど、ちょっと見てなかったんですけど、おそらく悪い位置が多いということを見ると、おそらくレイド2万体満タインとかそういう感じだと思うんでね。おそらくですよ、分からへん。とりあえず1位取ってみな、分からへん。スーパーグライダー、よいしょ。グライダーの処理の違いでだいぶ遅れたな俺。なんでこんな遅れとんねん処理の違い、あいつら上手いな絶対。あいつらなかなかテクニシャンやぞ、テクニッカーやな。さあ、アップバーズとかおるぞ。いた、ふざけんな下手くそ。やけくそボンバーじゃ、これ相手強いパターンやで。多分上がってきてるもん、なんかようやった。あとはもうこれでいきましょう。パックンよう仕事してました。天空バナナ、はははは。うわー、さあ回避出てんぞ。よいしょ。さあ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 、8番手の位置。さあバナナで親父ギャグが滑、もうアイテム取れんかったやろ。ああ、もうやめろって、もう無理やん。赤ゴール当てられるわ多分。最後のダブルアイテムチャンスを行こう。キラー来い、キラーバトン、よいしょ。バナナが絶妙、絶妙バナナ引かれた。ダブルも取れない、キラー来い。スターバトンか、ウィニングに期待。うわー、ダメだ。あー、レート帯すごいな。スリー、トゥー、ウィン、ギョー。さあ、てれて、てってれてやな。てて、てて、てってれて、てってれて、てれて。始まり戦始まるよ、さあ。てて、てってれて、てってれて、てってんてけてれんてんて。さあ、この超高齢扉ね。ここでちょっと大暴れ打とうかなと思います。おい。ててれて、もう、まあまあ、これはいいでしょう。ボコボコにされるのが俺の役割やろ。この動画の初めの方はね、あの低いレート帯でのレースをね披露していたんですが、やはりこういうとこに入ると俺も通用しないっていうことが分かってきましたね。クリボーごと跳ねるわ。よいしょ。ファー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 、コインをね集めていきたいところなんですけど、人が邪魔でコインが取れないんだよな。さあ、キラー持ってる人間、早めサンダーとかありえそうやんな。よし、キラー来た。どうしよう、もう早めに使った方がいいな。どうせあれやもんな、サンダーで落とされるから。
ここで交換して後ろのやつが3打引くのをちょっと待ってからやな。ちょっと待ってからインコース切り込みワカメ。これでワンチャンのヨガじゃなくサンダーとかありえるし。うわー、変なところで終わるつもりか。じゃあテレサで木野さん奪ってこい。バナイチ直接バナナ天空。あかんか、エンジンの違いで負けそう。ほっ、うわー、何お前か。あかん、当たらへん。俺のファイアボールが通用しない。それどころかどんどん下がっていく一方。いやでも今のはサンダー回避に等しい。おい下手くそ、どけ。不愉快やねん。伸びろ伸びろ。スリードゥウィン、いやー、さあワイリオキゼですね。いや落ちる、あー下、でも下がどうなってるか分かったよね。土管になってるね。ワイリオ光線なんか土管になるってあるやん。景色ちゃんと作られてるやん。ええやん。あ、また落ちた。よいしょー、全然超絶追い込みになります今回。後ろからの立ち回り、最高峰からどこまで流れるかね、皆さんにお見せ、プチプチお見せ地です、お見せしたいと思います。さあ順番に発射されていきます。はぁ、あいつ邪魔じゃ。テレサ使っとこうかも。俺キラー引いた方がいいしな、これ。さあ機能位置をバッコリ奪っていくが、まあ機能さんスターセット引けるぐらいの距離かな一応な。よいしょ、パワフル出しキノコまでは引かれへんけどみたいな、こんな感じやんな。さあサンダーの連絡とかもまあなさそうやし、コインマックス、バナナ絶妙なので使うしかない。てんてんてんてれんてんてれんてん、ここで連打。なんか上空で爆発したな、何があったんだ。よいしょ、さあキラー発射。あ、パワーシグマ取られた。起きた、イカ来い、イカ、イカ食ったるからな。キラー来てんのか、いやトゲゾウは1位に行ってんのか。ナイス、1位離れすぎや。どけ、うわー悪っ、スルーしてんけど。もうこれで負けやんけ。ダブル、あそこのダブル1個でもう勝負決まってしまうのに、もったいない落ちたな。8番手の1位、スピード感に溢れていない。コイン10枚のはずやのになんか手応えが悪い。さあファイヤーボール適当投げや、前に炸裂しています。カッコン、スター来いよ、来たよ、いいと思います、悪くない。ここでよく来ますからサンダーは、ここよく来んね最終コーナー。あかんか、あかんぽい。あら、このキノコの差し込みジェットエンジンで勝負を決めたい。3位狙います。3、2、1、ピュー。さあ DK ジャンゴー、さあジャングル捨てです、ジャングル、ジャングル捨てです。ここでのカン、まあまあの処理になります。あれね、うまかったらもっとビューンっていけねえけどな。まあまあの処理とか判定があるからね毎回。おい下手くそって言うぞ。あい、自分直撃してるやつおる。自分直撃してるかどうか知らんけど。さあケロッピーさん居眠りか。カエルがねぴょこぴょこ飛んでますけど、よいしょ、カエルぴょこ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 合わせてぴょこ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 。俺早口言葉できねえんだよな。よいしょ、さあ行こうか。さあ大外のコイン取ろうか。ほい、さあ赤ゴーラの赤子ギリギリまで引きつけて打ちます。おっしゃ、せんで。しかも赤ゴーラに関しても判定上なしやから、トゲゾウゴーラもちょうど出発してるし、展開的には俺が一番多分この存在してる12人の中で一番展開向いたの俺やと思う。ただここで前もテレサ持ってるから、あの2番手の人も結構展開向きそう。2位の人テレサ持ってるからね、でやつが赤ゴーラを持ってたりとかするからちょっと不気味。さあ2位浮上です。さあ赤ゴーラの赤子、はい、当たりません、通用しませんよ。ただ赤そのままスティーされたら終わりやな。あ、スティーされたなこれ。
推された。そうなるとちょっと喧嘩が行われて終わってしまうからな、俺らの中で。カクコン落ちないで、よっしゃカメラ返しろ。あかん、おっしゃおっしゃは意味わからへんけど、ただのあのストレス無さばらしや、ほんま。おやめろ下手くそ。キリュウ行け、キラーサンダー返しろ。どこまで伸びる、いいとこで終わってくれた。サージェットエンジン点火しているやつもおるが、俺も遅れて使いたい。あーこれ順番逆が良かった。これやと足余すやん。うわーそこされるやろ。3、2、1、キュー。さあルイージマンションです。ラストレースありますんでね、ちょっと気合い込めていこうか。バッコリ気合い込めていくわ。もう負けたくない、その一心一心同体いきます。さあおら、あーこれ当たる。もうだからもうお前らのことを下手くそって俺も言いたくない、言いたくないねん、その監督の俺としては。でも下手くそや。よいしょー、監督に対してこいつらほんま容赦ないからな。さあここショートカットで俺もちょっと意地を見せないとな。一発食らったぐらいで泣きべそが空いてたらあかんよ、お前。ねえ。グー。さあ、もうだから何やねん。しかもダブル取らへんのかい。もう。なんじゃこれ。もう。やめろ。嫌なるやろうが。ちょっとサンダーキラーセット来るしかないですね、もうこれ。あ、生引いてもた。これじゃ多分追いつけねえぞ。コイン取って最後の追い上げかけるしかないけどな。もうこれで最後のジェットエンジン行くしかない。でもジェットエンジン行きようがないのな、サンダー回避じゃないと。俺サンダー引け。あー、そういうセット来る。次ダブルやしな。いや、止まりきれねえ。キラ来た、待て、雷はないからな、雷ないので。よし最後まで引きつけましょう。ゴールまで向いて表彰ぐらいで行こう。ジェットエンジンかなり伸びると思います。よいしょゴールまで行こう。おらよいしょー、ねねい。それではご視聴ありがとうございました。